どうも、こんにちは。沖縄おばばです。はい、えー、ちょっとね、えー、まあ、重い話題ではありませんけど、そんなに軽い話題でもないっていう話題なんですけど、ザウルスの法則さんですね。ザウルスの法則さん。あのね、えー、ポテトチップのチェッカーを作った人ですね。はい、ポテトチップのチェッカーです。はい、えー、まあね、えー、皆さんも、わかってる方もいらっしゃると思うんですけど、 あの、例のね、おでんの具食べちゃった人にね、えー、チッププですね。それのね、反応が出ますよっていうことなんですけど、どうやらこれ分かったことなんですけどね、えー、おでんの具食べた人以外でも反応が出ます。はい。えー、いくつかあります。はい。えー、まぁ、あ、死では基本的に反応は出ないみたいですね。なので、市営の方は、あ まあ、大丈夫だと思います。はい。えー、で、反応が出る方というのは2種類ありまして、えー、いわゆる P なんちゃらですね。P なんちゃら。はい。えー、あれをね、P なんちゃらをね、やってしまった人たちですね。は、あどうやら反応が出るみたいですね。はい、えー、まあ。 ペーってするやつだったら大丈夫だと思うんですよね。つばぺっぺだったらね。はい。あのー、直接つけてないんで。はい。えー、いわゆる綿棒ですね。綿棒。はい。あれをね、えー、やってしまった人はちょっと、ちょっとっていう感じみたいです。あともう一つ、ちょっとこれ気になるんですけど。はい。えー、鹿ちゃんですね。鹿ちゃん。はい。 鹿ちゃんで、こう、母をね、ぬきんこうしたときに、あのー、撃ちますよね。はい、えー、なんていうのかな、ま、魔の水をね、魔の水、はい。え、どうやらその魔の水が、あコロアンティーナの場大冒険の時に置き換わっていたみたいです、ということです。はい。 えー、なので、このね、えー、シカ鹿ちゃんですね、鹿ちゃん。はい。バンビちゃんでございますね。はい。鹿ちゃんで、えー、血の量とか、受けた方とかね。あと、ピーナンチャラで、あのー、ペッペするやつじゃなくて、綿棒ですね、綿棒。はい。綿棒をやってしまった方。はい。えー、デトックスが、かなり重要になってきます。はい。 えー、デトックスしてください。お早めに。はい。よろしくお願いいたします。はい。もう本当にね、あの、冗談抜きで、えー、これね、えー、重要な問題ですので、はい。えー、まあね、えー、そういうことです。えー、まあ、食べてない人もね、えー、まあ、 例のね、死刑はあるんで、でも CA でね、このチップップーはね、どうやら入ってこないみたいなんですけど、でもね、まあ、あの、わかんないですからね。はい。わかんないものに対しては、あまあ、十分ね、注意しないといけないということですね。はい。なので、えー、まあ,あ、鹿ちゃんですね。鹿で、えー、まあね、えー、母を抜いてしまった人とか、 あと、綿棒ちゃんですね。綿棒ちゃんでグリグリしてしまった人。はい。この二つの方ですね。は、本当にいいデトックス、気合を入れてやってください。はい。食べた人はもちろんですよ、これは。はい。気合,気合入れないとダメですけどね。はい。まあ、そういうことでございます。とりあえずこちらの記事を貼っておきますので、えー、皆さんご参照ください。 はい、皆さん頑張りましょうデ,デ,デトックスね。はい、えー、そういうことでございます。それではまたごきげんよう。沖縄おばばでした。あらばナしゃん。いいかわいいね。